中日立浪監督、6連敗で弱気になる、しばらく続くかもしれない。この日も守備のほころびから失点。2回1失1、3塁で遊撃ユーソラ内野手20が正面のゴロを弾き、敵地失策で1点を失うと、2点差で迎えた5回西満塁で先発小笠原慎之介投手25が大城に痛恨の6号満塁弾を被弾。昨年6月28日以来の6連敗で借金も13に膨らんだ。味方が足を引っ張って先制された。小笠原は先に点をやってはいけないという中で投げていた。これだけ負けてミスが出て、そこをどうのこうの言っても、しょうがない。次に出ないようにやっていくしかない。立浪監督は、先発左腕を擁護しながらも、力なく言葉を選んだ。石川光の4号2ランでグリフィンを6回で降板させるのが精一杯。巨人の新助っ人左腕に4勝目を献上した。この日の安打数は巨人に1本劣る7安打ながら点差は4。2番に新人村松を初期用し、大島を6番に入れる新打線も不発に終わった。立浪監督就任1年目の昨季のワースト連敗は7。負けているので打順をコロコロ変えているが、結局はここ1本が出るか出ないかが大きい。しばらくそういうチーム状況は続くかもしれないと、若手に託した打線の覚醒を待つ覚悟を覗かせた。落ち込んでてかわいそう。今年は捨てとるな。そろそろ解任ラインよな。さすがに立浪は切れんやろうけど。戦う顔してないやん。監督にトレードされるぞ。監督コメントでこんなん言うの見たことないよ。監督休養のデッドラインは借金15って谷茂が言ってた。今日の教電はバトルフェイスしてたぞ。立浪も見習わない感のとちゃうか。借金的には給料ラインに近づいとるけど大本営がまだそういう雰囲気出してないから可能性は低いと思うわ。予断時と金がけんひどかったからな。去年のハムみたいに優勝目指さない方針でいけばいいやん。もう今年は無理やろ。外から見てる分には面白いけど立浪もそろそろ限界来るだろ。明日の巨人の先発は松井壮やろ。さすがに勝てるやろ。名前伏せたら解説者のコメントと勘違いするレベル。あの立浪監督でさえここまで弱気になっちゃうくらいにあれな中日事情よ。フロントは何してんねん。立浪を呼ぶときに何でもする言うてたけど金田さんやんけ。なんかかわいそうになってきた。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。